この指とこの指のギャップはちょっと多く広すぎたかな。ここが親指の見えるこの範囲ですかね。あ、確かにそう、うん、よろしくお願いします。毎度です。今回は何でしょう。よく箸で物を食べるんです。それを持ってる手を、難しい。思って難しいっすよ。サンプルのお箸を持ってきたんですけど折れてしまいました。どうしましたか。一番弱い割り箸ですか。こんなもんはほっといて、これいつでも代用できるんで。あ、わかりました。で、まあ、大体右利きの方が多いのでこのように打ちますよね。まあ好きな角度をどうでもいいんで、あの書く練習をしといた方が後々役に立つ、うん、ということでここに。おおおおおアニメーターの机の上にはだいたいこういうものが一つ置いてあって、それを見ながら、なるほど、この場合左手で持って鏡に映せば右手が描けるという。あ、左手で持ってっていうか私左手走れ持てないの問題、まあ、だいたい左手で持って右手に見えるってことですか、はい、すごい。っていうか本当に、まあ、今だったらスマホで撮ってもいいんでしょうけど、でもこれの方がいろいろ書きながら調整できるので、よし、じゃあ、まあ、ちょっと場面を作りましょう。キャラクターが普通にここにいて、ここで美味しくラーメン食べているようにイメージにします。こんな感じでやりますなんか食べている、あ、気に入ったぞまあ、正面で描いているとなんとなくこう前から見るとこんな感じに見えるから、この4つの関節が見えるようになると思うから、なんか今鏡を使って一番パースになんか後ろに行ってるのが回り込む指っていうのは難しいんですよね。難しい。え、あ、はい、あれ私の持ち方が下手なのか、端がこの指とここの間に来る、でもう一つがで逆に定規で書かない方がいいですか。今は全然大丈夫ですか。むしろ箸の位置を決めて書いても、ああ確かに、なるほど。問題が箸が持てない、こうかな。あーはー、問題、ここは大丈夫だけど箸先に書けばよかった。うん、うん、書き直します最初の問題が今鏡で見ている角度と書こうとしてる角度は違います、うん、鏡見ながら書いたことないから、うん、とりあえず今見ている角度にします。よし、こうやってやってみます。完成です、はい、手に見えますか。うーん長いねパソコンだとこれを小さくしたいな。あ、っていうか親指がないんだよ、まあ、最低で親指があるよというではお願いします、ひのりさん。まあ、あ、難しかった。あ、2年間前アニメーションこういうポーズありましたね。でしたっけあのタコを食べてる。ああすごい、ちゃんとラーメン食べるために頭が下がってる。なんか大食いチャレンジのサイズになってまあこの角度だったらね、正面。あ、分かりました。今鏡を作ってます、うん。日野井さんの好きなラーメンの種類は何ですか。醤油かな。
美味しそう。これパース戦ですか？そうですね。なんで消失点はここにあるって分かりましたか？なんとなく、まあ、勝手に決められますからね。ここに決めるとするとどこら辺に持っていった方がいいかなって。なるほど。でこの人の顔下から見てるから必ず消失点はここじゃないよね。ここ、まあこれは一点投資法なんで、まあ、無理やりあのパースをつけるとしたらこんな感じかな。なるほど。体型ちょっと魚眼風にしちゃえば。難しそう。こういうのはパターンがあるから覚えておくと、あ、いろいろ役に立つんで。おお、なんか90年流行ってたヘアスタイルですね。カウンターのツルツルしたあの表現するのによくこういうの背景さんなんかも使うんですよね。今から10年20年前は秋葉にこういった類の人たちがここにあのポスターを刺してたり、パークおろしてから食べてほしかった、うん、いやせっかちだからと、まあこんなものが出来上がってしまった。すごい、私もラーメン入れましょうかな。では比較タイムです。私が書いた手、鏡の中でこう見えました。こんな形だったからこうなっちゃいました。多分この指とこの指のギャップはちょっと多く広すぎたかな。人差し指が余計に長い。そして日野井さんが書いてくれた。で多分私がこういう手を描こうとしたら無理やり多分手の裏も入れようとしてたかも。私がどんな角度でどこが隠れるのかそんなに意識していない。この角度だと見えないですね。軽くアドバイスとか、うん、まあそうだな。この角度で見るとまあ箸を握ってるところはよく見えないんで、うろ覚えでパターンさえつかめばそれらしく描けるんで、こういうふうに簡略化して描くのもいいし、すごい、同じポーズ 逆方向から、うん、裏から見ると。そうですね、確かに親指が完全に見えなくなってますね。まあ、うん、持った時に親指と人差し指の位置とか、うん、この中指が ここら辺に当たってるんだとかを、ね、見ながら描いていくとそれっぽく見えるから。なんか簡単な改造するとしたらこの角度で、ここが親指の見える範囲ですかね。あ、確かにそう。血の方向にグッと指が回り込んでるのを意識しながら描いておいた方が、あいはこんな感じの。そうそうそうです。動画もありますので、ぜひそれも見てください。まあ、この角度はこういう風に見えるんだっていうパターンが何パターンかあるから、それを覚えると本当にあの応用が効くんで。じゃあいろいろ本当に角度試さなきゃいけないです。そうですね。ではありがとうございます。はい、どういたしまして。ぜひみんな登録して、うん、この動画見てください。まあ、ちなみにこのお箸サンプルで持ってきて折れちゃったんだけど食べられます。はい。さっきのあの食べている音が。はい。あれ食べ、食べられ。うん。硬。硬いです、うん、よくある味。これあのフォーチュンクッキー、イグサが入ってるんですって。何が入ってる？ん、畳。何、うん、畳って食べられるものでしたか？うん、らしい。まあほらクッキーと同じ材料だから元は、その中に粉混ぜただけだから。あった。でも確かに食べられるお箸って書いてありますね。畳味って書いてある。畳味 You can eat。あ、確かに畳味って書いてある。ありがとうございます。さようなら。